どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、ジューンブライドガチャの交換所解説やっていこうと思います。はい、今回はですね、無課金武器に加えて、課金キャラの交換所解説やっていこうと思います。まずは無課金武器からですね、コークネビア、絶対に交換しないでください。もしここで交換するんだったらね、モンポ3000払ってもらって、ここでコークネビア買ってください。3000モンスターポイントなんで、正直言ってめちゃめちゃ買えると思います。まあ自分が欲しい分だけね、買ってもらって、必ずキャラの方を確保していただければなと思っております。まあこれが幸福の指輪ですね。続きましてこちら、玉だらウェディングケーキ。これは封印耐性2個持ち武器で、マルチブース1個持ってる武器です。まあマルチで使う場合に関しては、この武器かなり強いんで、確保しても損はないかなと思っていて、ただまあマルチで封印耐性2個必要な場面って結構少ないんだよな。だからまあ実際あんまり無理して取る必要はありませんが、持っておいて損はないんで、もちろん取れるならね、必ず確保しておきましょう。で、続きましてこちら、ウェディングドレスですね。これに関しては、バインド回復2つに指延長に回復強化を持ってて、スキルは全ドロップを回復ドロップに変化が12ターンのスキルとなっています。これね、12ターンで打てる割にはね、周回においてかなり強くて、汎用性もめっちゃ高いんで、1体は取っておくことおすすめかな。まあ、2体目からはいらないんで、周回しようと思ってる人はね、必ず1体は確保しておいてください。これが無課金武器のね、性能解説でした。じゃあ、ここからはですね、こちら課金キャラの交換所解説やっていこうと思います。今回 S ランクはいません。A プラスランからやっていこうと思います。行きましょう。はい、まずは A プラスランク、ユーリからですね。今回のジューンブライドの新しい星級キャラとなっています。このキャラ、S ランクではありません。余裕があれば交換ぐらいの感じですね。性能に関しては、まあ、スキブ2つに、お邪魔耐性プラス、7強3つに回復泥強と。で、超覚醒に関してはですね、スキブプラス、雲操作負荷、回復泥強無効感と。全体的に強い性能ではあるんですけど、まあ、基本はスキブ打つ持ちかな。で、まあ、スキルがね、1ターンの間、敵全体を非属性に変えてくれます。で、このスキルっていうのは、高防御を持っているキャラに対してかなり強くて、結局ね、例えば20億防御とか持ってるキャラで、貴族性だったら40億ダメージいるんですよ。例えば40億防御で貴族性だったら、絶対に倒せないんですよね、水属性パーティーって。で、それをこのスキルで対策できるので、まあ、それこそね、木曜日から来る新ダンジョンにおいても、ワンチャンこのスキルは刺さるのかな、みたいな予測もされてますね。リーダースキルは指10秒固定で、水を6個以上繋げて消すと、ダメージを 65% 軽減、攻撃力が16倍、ニコンモカ3、水属性の回復力が3倍って感じになってます。まあ、6個消して 65% 軽減もあり、火力も高く、ニコンモカ3もあり、回復力も3倍と、悪くはないんですが、逆に言えば別にめちゃめちゃいいわけでもないんですね。言うて 65% 軽減しかないし、回復3倍もあるんだけども、一応も特にないと、ニコンモカさんだけなんでね。だから使うとしてもアジサイとの組み合わせぐらいで、でアジサイって結局今弱いって言われてるじゃないですか。それに対して強いのってロイヤルオークなんですよ。じゃあロイヤルオークとこのユーリってキャラは相性がいいかって言われれば、相性は良くないんですね、別に。って考えると本当にロイヤルオークと組み合わせるもないし、アジサイと組み合わせても結局そんなに強くはないと。なので無理に交換する必要さはなし。ただ水属性パーティーにおいて単純にリーダーとしては優秀なんで、プラスランクには入っています。で、武器に関しては、創作化耐性に水列強化やつ持ちで、スキルは2ターン敵全体を非属性に変えて、6回以上に水回復の2色神と。で、もう一個の武器はね、チーム回強化3つに水列強化3つで、2ターンダメージ吸収属性吸収無効化に、計算ドロップ、バインド、覚醒無効全回復となっています。まあ、このキャラに関しても本当にね、一つだけキャラが弱いわけじゃないです。全然強いキャラではあるんだけど、今の環境のキャラが強すぎるせいで、そこまで無理して交換する必要性はないんじゃないかなということで、プラス3になりました。これが有利ですね。さあ、続きまして A プラスランク、ルシャナですね。まあ、これは学園バルリア持ってない人向けのキャラかな。学園バルリア持ってなければ、代用としてかなり強いし、まあ、単純に貴族性パーティーにおいてスキブ6持ちなんで優秀なキャラです。スキブ6に無効感2つに7強に攻撃キラー持ってますと。で、もしくはスキブ4で無効感3つと7強とかでもできてね、アタッカーとしてもかなり強いです。で、しかもスキルは HP50% 回復、ロック解除、最上段を気に変化と、生成持ちで、リーダースキルは弱いけどね、普通に優秀なキャラです。ノーチュラスパーティーのサブとかにおいてもやっぱり汎用性高い。高いしね、かなり強いキャラで、それこそバレリア持ってなければ、まあ、唯一の代用として使えるかなって感じのキャラですね。まあ、ただバレリアは指延長と回帰力エンハンスがあって、そのスキルも一緒なんですよ、バレリアって結局。それに対してルシャナはそういうところはスキルで持ってないので、まあ、あくまで代用としてしか使えませんが、単純に貴族性パーティーにおいてスキブ6個持ちってキャラが希少なんで、そういう点ではかなり強いと思ってます。しかもスキルもバレリアより1ターン早いんでね、場合によってはバレリアより使える可能性もあるかなということで、今回ですね、A プラスランクにルシャナがランクインです。もしね、ノーチャラスパーティーとかを使いたい人でね、サブがいない人はルシャナ交換してあげる価値十分にあると思ってます。そんな感じがルシャナでした。ちなみに武器に関してはね、十字に気取る強3つと、ワンチャン場合によっては全然刺されそうな武器になってます。これがルシャナ武器でした。じゃあ次、さあ、ここからは A ランクですね。まずは、花嫁ゼラからですね。今回強化されまして、まあ、覚醒をね、もともと7強3つに無効感と、アタッカーとしては優秀と。で、スキルが強化されて、1ターン、ニコンモカ3人、敵の行動2ターンを遅らせて、6回以上に光回復ドロップに変化が13ターンスキルとなっています。
で、リーダースキルは光の全パラが 1.6 倍、指を4秒延長、光の2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が9倍、3コンボ加算となっています。光属性パーティーにおいては、76リダチェンしてあげて、マーベルと組み合わせるとかが結構実用的な使い道で、あとリーダースキルに関しても単純に 1.6 倍半減持ってるんでね、全パラ 1.6 倍半減なんで、普通に安定感のあるキャラとして使えます。リダチェンさせんくてもまあ強いですね。で、まあスキルも2ターンチェーンあるんで、まあ実質スキルブースト2プラス2ターンチェーン分なんで、かなりスキル病院としても優秀なキャラになっています。で、このゼラに関してなんだけど、なんで A ランクかっていうと、実はテンプレパーティーを含めると、全然 A プラスランクぐらいになるんですよ、余裕で。余裕でなるんだけど、そもそも基本的に、羽川翼とマーベル持ってる人が多いと思うんで、キャプテン翼編成でいいんですよね。まあ、もしくはマーベル編成でいいんですよね。あんまりね、76リダチェンして使う意味ってなくて、で、正直ガチガチのテンプレを組めれば、76リダチェンゼロって強いんだけど、76リダチェンのテンプレ組める人、マーベルのテンプレ組めるんですよ、基本的に。で、そう考えると、そこまで無理して交換して作ったパーティーが、じゃあ、現環境最強のロザリンとかそういうキャラとして負けるんですね。まあ、そう考えると、今もう今更交換する必要性はないだろうということで A ランクにしました。まあ、武器は2個とも優秀でね、こっちはバインドプラススキブ超一武器 でこっちに関してはね、はい、光コンボ強化チーム HP 強化2つとかなり優秀な武器になってます。まあ、武器要因としては本当に強いキャラなんですが、まあ、キャラに関してはちょっと自在に乗り遅れてる感はあるかなということで今回 A ランクに下げました。これがゼラですね。もちろん強いキャラなんでね、引けたら絶対に残しておいた方がいいとは思います。さあ続きまして、ロシェですね。ロシェに関してはもはや B ランクに下げようか迷ったんですけど、まあ星級ってこともあってね、一応 A ランクにはしてます。はい、覚醒に関してはなんかベイいっぱい持ってるだけで火力もそんなに出ません。スキルは1ターンチーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、ダメージを軽減、ランダムで強4個生成です。これ強いって言ってる実況者がいたらやばいっすね。エンハに関して倍率は出るんだけど無効感対応できんし、そもそもロシェ単体の火力が低いから結局火力が出せない。で、軽減があるっつっても別に軽減なんて大して出ないんで、まあ 10%20% の軽減だったら普通に他のスキルでいいよねってなるので別にいりませんと。まあキー4個生成に関しては優秀なんだけど、ループさせるのが4体必要と。じゃあノーチェラス何ターンですか？ 2 ターンですね。まあって考えると今本当にロシェって別にいらなくて、テンプレが組めたところで弱いっていうね、絶望的なキャラですね。で、リーダースキルに関しても HP2 倍軽減はあるんですけど、今の環境 HP2 倍軽減で強いリーダーは存在しないんで、使う必要じゃないと思います。今の時代は HP2 倍半減なんで、本当にいらないと思います。ただ武器に関してはウェイに雲耐性にチーム HP 強化2個持ちで、こっちの武器はウェイ2つ、キドロ強と毒耐性と悪くはないですね。まあ武器で使えるんで一応 A にしておこうかなぐらいの感じではあるんですが、キャラ自体は本当に弱いです。これがロシェですね。最後の A ランクはエスカバリですね。まあ、まずキャラに関してはこんな感じでね、光ドロ強いっぱい持ってて、火力も最低限7強があるんでね、最低限は出せます。で、一応スキルが、キー回避後ジャム毒を光に変えてから、8ターン光ドロップが少し落ちやすくなると。まあ、この8ターン目覚めがあるしね、結構降ってくるんで、目覚め要因としては優秀なキャラですね。じゃあ、今目覚めのために1枠入れる枠がありますかって言われれば、まあ、普通に簡単なダンジョンだったらまだ入れれると思うんだけど、それこそマーベルパーティーとか使ってる人ならわかると思うんだけど、目覚めなんて入れる枠はないんですね。なので、まずこのキャラ自体は実用性はあんまりありません。じゃあなんで A ランクかっていうと、こっちのドット進化の方ですね。これがスキルブース4つ持ちにもできて、もしくは無効感3つ持ちにできますと。で、スキルが、キー回避、高邪魔毒を光に変えてから3ターン吸収無効なんですよね。で、この3ターン吸収無効が13ターンで打てるのはさすがに強いということで、今回評価上がって A ランクになってます。まあ、もはやこのスキルだけで A プラスランク狙えるレベルには強いんだけどね。まあ、これがエスカマリですね。ちなみに武器に関しては光ドロ強を打つに毒耐性を刺すと、この武器もね、普通にドロ強武器としては強いので、光属性パーティーとして価値は高いとして、今回 A ランクにしておきました。これがエスカマリでした。じゃあ、ここから B ランクいきましょう。さあ、ここからは B ランク。まずは、シェアトからですね。まあ、シェアトに関しては、進化後とね、転生がありますが、まあ、別に進化後はそんな使わないかな。まあ、基本転生でいいと思ってます。はい。バインド持ってくれるしね。で、まあ、2ウェイ5つに10強あって、少し火力出せるキャラではありますが、まあ、言うてそんな火力じゃないから、まあ、別に、そんなサブとしてアタッカーで使うとかは無理ですね。ただ、まあ、スキルが、左端を光、右端を回復に変えてくれるスキルで、まあ、たまに周回で使えますね。で、7ターン光目覚めもあるんで、ソロ周回とかならワンチャン使えそう。リーダースキルは別に使いません。で、そうですね、正直キャラ自体が、今の環境はいらないキャラになっていて、武器に関してはね、2ウェイ2つに光ドロ強と、一応実用性はありますが、まあ、このために交換するほどの価値はないということで、まあ、交換玉にしてもいいと思いますし、まあ、強いて言ってもね、残しておけばいいとは思ってます。これがシアトですね。で、最後もう一体の B ランクが雷神ですね。もう本当に使わないっす、使わないですね。10強7強7強あるぐらいですね。雷神は本当にそれぐらいしか魅力がなくて、じゃあ10強7強7強の水属性キャラクターが使えるのかって言われるとあんまり使えないんですよね、このキャラ。別に
まあ多色パーティーなら弱くないんですけど、多色が今使われてないっていう現状も考えるとそこまでいらんくて、まあ多色がめちゃめちゃこれから入ればワンチャン可能性あるけど、だとしてもなんか他のキャラが入る原因になってるはずなんで、そんな使わないとは思ってます。これが雷神ですね。まあ、一応雷神に関しては武器があってね、チーム HP 強化2つにチーム回強化に暗闇耐性2つと、武器はめっちゃ強いんですよ。そう、武器がめちゃめちゃ強いから武器要因で残す価値は十分あると思ってますが、まあそれでもキャラ弱すぎるんでね、まあ、全然武器いらない人は交換玉にしてもいいと思ってます。そんな感じが雷神でした。はい、という感じがね、今回のジューンブライドの交換所解説になっております。まあぜひ参考になった人はね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。